この音止まれはアミューによる日本の少年漫画。作者の連載デビュー作であり、ジャンプスクエアにおいて2012年から連載中。本作は和楽器の一つ、層をテーマとした学園漫画である。作中には古典曲から本作オリジナルの曲まで多種多様な奏曲が登場しており。 2017年には、作中に登場する総曲を収録した CD がリリースされ、文化庁芸術祭で優秀賞を受賞している。本作の主人公、工藤愛は、ある年の春、神奈川県の県立高校、自瀬高校に進学し、総曲部に入部する。当時、総曲部の部員は、部長の倉田武蔵一人しかおらず、総曲部は、廃部の危機に瀕していたが、愛に加え、 ことの家元の娘、大取月里は和や、愛の友人の足立ねやす水原光本、坂井道隆が入部したことで、部員不足による廃部の危機から脱する。しかし、愛のことを心よく思わない教頭が総局部の廃部を目論んだため、部員たちは部の存続をかけて、1ヶ月後に、全校生徒の前で演奏を披露することになる。1ヶ月後、演奏に臨んだ、 総局部の部員たちは、教頭から部の存続を勝ち取る。その後、武蔵の同級生、クルスヒリョを加えて、計7名となった、総局部は、関東地方の高校の総局部が出場する、関東法学祭にエントリーする。時瀬高校総局部は、入賞を逃すが、総局部の顧問、滝並良香は部員たちの演奏を認め、以後、積極的に部員を指導するようになる。 に楽器に入り、外部指導者、時島賞の指導もあり、演奏技術の底上げに成功した総曲部は、翌夏に開催される全国大会への出場を目指して、神奈川県予選に臨む。そして、全国大会の常連校である姫坂女学院や、関東法学祭で姫坂女学院を破った白音高校といったライバル校を破り、全国大会出場を決める。 翌年の春、新入生の UAU と100国名との2人が入部し、時瀬高構想局部は、K9 名で、全国大会に臨むことになる。担当声優は、テレビアニメ版、バミック版の順に表記。1人しか記載がない場合は、テレビアニメ版でのキャスト。縁の項は、舞台版における俳優を示す。作者のアミューは、母が、総教室の主催者、姉が、 プロの創曲家という一家に生まれ、アミュー自身も3歳からことに触れていた。一方で、小学生の時に漫画家を志し、そして、いつか、ことを題材にした漫画を描きたい、という願いを抱くようになる。その後、ことを題材にした読み切りで漫画家デビューを果たし、以後、修営者の少女漫画雑誌、リボンと、その増刊号で読み切りを発表する日々を送っていた。 この時、アミューは、初連載は、おことの漫画でやりたいという思いを抱いていたが、リーボンの担当編集者からは、色良い返事がもらえず、リーボンを離れる。そして他の編集部に持ち込みをする中で、ジャンプスクエアの編集者と出会い、本作の執筆に至る。なお、アミューによると、本作は当初、サトワを主人公としていたが、トワは主人公としては、 暗すぎるという指摘があり、それを受けて、愛と武蔵の二人をメインとする現在の形になったという。本作は、総局部を舞台にした青春群像劇であり、少年少女の葛藤や喜びが細やかに描かれている。アミューは、本作について、ことを中心に据えるのではなく、青春群像劇であることを意識して、描く容器をつけている、と発言している。 戦術した通りアミューは幼い頃からことに触れており、そこで得た知見や経験が本作に生かされている。一例として、言葉柱の位置の正確さにそれが現れており、また、キャラクターのことに関する葛藤については、アミュー自身の経験がベースになっているという。一方で、幼い頃からことに触れているために、初心者がつまずくポイントがわからないという側面もあり、 その対策として、担当編集者に相手ことの勉強をしないよう、頼んだり、ことの指導経験がある母や姉にアドバイスを、もらったりしているという。戦術した通り本作には、様々な創曲が登場し、その中には、本作オリジナルの創曲も含まれる。現在までに登場した本作オリジナルの創曲は、土木瀬高校創曲部が部の存続をかけて、全校生徒の前で弾いた。 流星群、ときせこう構想曲部が、関東法学祭で弾いた、オン、白男校総曲部が、神奈川県予選で弾いた片籠、片かご、ときせこう構想曲部が、神奈川県予選で弾いた、天泣きの4曲であり、4曲とも作曲は、アミウーの身内が担当している。このうち、流星群については、コミックス第5巻の発売を記念して、創曲家による、 演奏動画が公開され、その後、第6巻の発売に合わせて、楽譜の配信が行われた。また、クオンについても、第7巻の発売を記念して、創曲家による演奏動画が公開されている。本作のコミックする意見発行部数は、2021年4月時点で500万部を突破している。特に中高生を中心に読者を増やしており、 中高生の中には本作をきっかけにことを習い始める者も,もいる。また、本作オリジナルの創曲を創曲家が演奏した動画も再生数を伸ばしており、特に流星群は2018年1月8日時点で再生数が100万を超えている。2017年3月8日にキングレコードからリリースされたアルバム、この音とまれ、次世タカ学校曲部は、 平成29年度文化庁芸術祭賞のレコード部門で優秀賞を第32回日本ゴールドディスク大賞で順邦楽、アルバムオブザイヤーを受賞した2013年5月テレビ番組先読みジャンバンにて本作のバミックが放送された全4回で本作の第1話がバミック化された2017年3月8日キングレコードから CD アルバム、この音とまれ次世高等学校創曲部がリリースされた。このアルバムは、時世高校の創曲部員をはじめとした本作の登場人物による演奏を収録するというコンセプトのもと制作された。そのため、時世高校創曲部のデビュー作という体裁が取られてはいるが、実際には時世高校創曲部が演奏した曲だけでなく、 そのライバルコーが演奏した曲も収録されている。また、作中に登場した曲だけでなく、作曲家の和田香織がこのアルバムのために書き下ろした曲も収録されている。純邦楽のインストゥルメンタル CD は0.1万枚、売れればヒットとされる中、本アルバムはリリースから約2ヶ月で約1.2万枚を売り上げるヒット作となった。2018年には、 前年1年間の売上実績が評価される日本ゴールドディスク大賞において、順法学、アルバムオブザイヤーを受賞している。なお、上記のクレジットのうち、流星群、久音、カタカ天泣きの作曲者、編曲者は、作中の設定に基づくものである。また、桜桜十三弦三十奏のためのの、編曲者も、滝並良化となっているが、実際には、 また、2017年8月8日には、本アルバムの収録曲のうち7曲の楽譜を掲載した楽譜集が東京発するコピーから発売されている。2018年7月26日、本作のテレビアニメ化が発表された。分割2クールで、第1クールは2019年4月から6月まで。 東京 MX 他にて放送された。第2クールは、同年10月から12月まで放送された。インターネットでは、同年4月7日より、FOD にて日曜1時に配信。補足 DVD 版はレンタルのみ。2019年8月から9月にかけて、全老災ホール、スペースゼロ、ももちパレス、森の宮ピロティホールの順に公演。脚本、演出は、 伊勢直弘が担当。以下の出展は、集営者の本来のページ、書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。